春からお給料変わるらしい、検証します。やっほー、お久しぶりです。さあ、ということで4月1日でございます。いやー、ちょっとまあ4月1日にあげられてるのかどうかわかんないですけども、私の編集が終わってたらちゃんと4月1日にアップできてると思います。いや、私がですね、東京に引っ越してきてソロ活動をして1年が経ちました。早いような、長いような、いや早いな、早かったです。もうね、1年ね、もうほんまにいろんなことがあって、なんかもう本当に激闇ぐらいにやんだ時もあるし、なんかでもなんだかんだすごいなんかお友達もいっぱい増えたし、いろんなお仕事もさせてもらって、いや、なんか幅が広がったなって感じなんです。まあ、MC のお仕事とか、あとはまあその新曲とか、ソロのね新曲出させてもらったりとか、まあ、あとそれこそツアーに出させてもらったり、アベマのテレビとかね、出させていただいたりとかして、なんか仕事の幅はすごく広がったなっていう感じなんですね。まあなんやけど、まあ、一つ反省点あげたら、 SNS をねもっと頑張れたんじゃないかなって思うんですよ。だってね、1年前のこの4月1日の動画を見たら、なんか YouTube 頑張りますみたいなこと言ってるんやけど、東京に住むということなので、なんかまあいろんな動画をねもっともっとこう幅を広げてね出せたらいいなと思ってるので、 YouTube なんか言うてショートを上げてたけど、なんかそんなに上げれてなかったなと思って、だからなんかまあ、TikTok もね、一応いろいろ上げてたんやけど、もうちょっと SNS 頑張れたんじゃないかなって思って、まあ、ね、タイトルで、この動画見に来てくれた人は、もう前置きやから早く給料の話せよって思ってると思うんやけど、まあまあするんでちょっと焦らないでください。まあ、簡単に言うと、まあこれ、まあ別に言わんでもいいかなって思ってんけど、ちょっと動画にしようと思って。まあ、簡単に言うと、固定給から、歩合制になりましたよっていう話なんですよね。まあ別にこれをその動画でするのもなっては思ったんやけど、今までそのありがたいことに固定給でねいただいてたんです、お給料を。まあこんななんか給料の話するの初めてやからちょっとあれなんやけど、なんかこう自分の性格的にちょっと怠けちゃうんですよね、それって。まあ、言ってしまったら、自分がサボったら、サボった分苦しくなって、自分が頑張ったら頑張った分、まあ、タワマンに住めるかもみたいなね。なんか、それくらいギリギリな方が、なんか自分の性格的に合ってるんじゃないかなと思って、それをこう、ね、事務所の社長の山田さんに直談判したんやけど、なんか、やっぱね、ギリギリでいつも生きていたいんですよね、私は。だから、なんか正直、絶対に今よりもしんどくなることの方が多いと思うんやけど、やっぱり自分のお尻をね、ペチペチっと叩くためにも、ちょっとこれから頑張っていこうかなと思って、この動画をアップしました。ってことで、4月から YouTube、週一投稿します。わー、言ってしまった。まあちょっといけるかわからへんねんけど、こうやって口に出すことによって、ね、もう逃げられない状況を、作ろうと思ってますので、皆さんもよかったら、こんな動画が見たいとか、なんかこんな YouTube のネタどうみたいなの、コメントで書いてもらえたら嬉しいなと思いますので、皆さんもご協力のほどよろしくお願いします。まあ、この動画を通して何が言いたいかと言いますと、動画を再生してくださいということでね。はい。動画をいっぱい皆さんには再生していただきたいなと思いますし、いろんな挑戦もしていきたいので、もうすぐね、YouTube の登録者数も20万に突破しますので、なのでそれに向けてね、まだまだ頑張っていきたいなと思います。やっぱり目標は100万人ですのでね。そこに向けていろいろと頑張っていこうと思います。で、今このカメラ、 YouTube のカメラ、まあ一応今携帯の加工カメラで撮ってるんです。はい。でもまあ徐々に普通のカメラのノー加工無加工でねアップできていけたらいいななんてちょっと
自分の小さな目標にしてますので、もう私ね下降中なんですよ。だからよくみんなにもう病気やって言われるんやけど、ちょっとねこれから加工もなくせていけたらだと思いますので、皆さん温かく見守ってもらえたらなと思います。はい、ということでこれからね YouTube も頑張っていきますので、皆さん高評価だったりコメントだったりチャンネル登録だったりいっぱい拡散もねしてもらえたらなと思いますので、これからも動画楽しみにしていてください。それではまた来週ってことになるのかな、はい、どうしよう、大丈夫かな、ということで来週お会いしましょう。バイバーイ。いけるかなー。